Baby, 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 baby
ありがとうございました。ヤバイ T シャツ屋さんでした。あ、帰った、帰った、まだあるまだあるわ。お茶飲みたいね。それミサのやわ。買ったのに俺だけだって。ユイはちょっとしょうがない。ギターってな。歌詞クソみたいな歌詞。見てるかもしれないですよ、本人たち。YouTube で。YouTube で。歌詞クソみたいですよね。リアルタイムで流れ。ね、まあ。ウェイウェイ言うてやってますけど。いつ言ったんすか。言ってますけどね。いつ言ったんすか。え、今日。もうね。疲れたわけですよ。やばい T シャツ屋さんやる言うてね、みんな T シャツでも揃えてきたのに。T シャツちゃう人も T シャツ着てる。疲れたんですよね。何の話する？やっぱあれちゃう、卒業ライブやから。あ、卒業、うん、やっぱみんなやな。まあ、東京行く人とか、東京行く人とか、東京オンライン、パスオンライン、コンプリートしてるやん。太ももコンプリートしてるやん。すげえ、ここでカタムザリバリモクリっていう話はまあまあお用意しましょう。もはやでびっくりして、あ、疲れた、足震えてきた、お腹空いた。卒業というわけで卒業ライブなわけですね。自由すぎるわ。自由すぎるわ。自由やな。卒業するんですか、皆さん。ゆりさんとか。もちろん。そうなんですか。おめでとうございます。おめでとうございます。ござんす。ござんす。言うてやってますけど。ね、卒業ライブということで、あのね、まあ寂しいなーっつって、寂しいなーっつって、まあ、スラップの練習点取ってなってへんし、ハーモニクスみたいになってるし。猫が飼いたいっていう話。あ、猫ね。うん、お前ら。あ、猫飼いたい。次猫飼いたい。カポいらん、カポいらん。ヤバティでカポ使ったことあれへん。言うてやってますけど。お前がやばい。何が飼いたいねって話なんですよね。なんかもう言うてもんたし。スヌーピー最近ハマってるって話する。犬やわ。最近ね、すごいスヌーピーのラインスタンプ送ってくるんですよ。やばい T シャツ屋さんで猫飼いたい。猫飼いたい。
で最後の曲って帰るよ帰るよどっか行って帰ると思ったやろ本当クソみたいな歌詞がね1個しかないんで愛話の何て愛話のプリティキャットですまあねあと1曲でも味噌の飲むなってえ何の話しかなくてそれワイが通ってきたやつやあそっかラメさんの下では あと1曲で終わりなんですけど、まあ、やばい T シャツ屋さん多分今日知らなかった人の方が多いと思うんですよけど最後は絶対みんなが知ってる曲です。そう、この室内にいる全員が知ってる曲を僕たちは持ってきました。 そうね、まあ、それに近い曲です、ね、それよりも知名度高いです今この部屋は、はい、島根はあれですか。島根は多分知名度ゼロかもしれないじゃあこれはでもこの部屋にいる人は絶対知ってます。絶対知ってる。1回聞いたことある。最後に聴いていただきましょう。ヤバい T シャツ屋さんで集まれパーティーピーポいただきましょう。やばいです。もう何もない。